はい、おはようございます。おはようございます。実はこのオープニングは、全てのラウンドが終わった後の、オープニングとなっております。カイト君です。カイトです。昨日 QT が終わり、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。で、ちょっといろいろ話そうかみたいな、ちょっと話聞きたいなみたいな感じでしたら、明日空いてますよってことで、早朝スルーでここ八千代ゴルフクラブにやってきました。代表クラブが、取得したばっかりのところで、これから変わっていくってゴルフ場なんですけど、それはそれとして、カイト君の話をいろいろ聞きながら、そうか、若い人って大変だなってことを一緒に分かっていければと思います。はい、じゃあ皆さん一緒に話聞いていきましょう。楽しみに。はい、どうぞどうぞ。お願いします。今日は緊急なんですけど、はい、カイト君の QT を語るの会をしなくてはいかんのですよ。実はタイちゃんもやってて、プロテスト終わった後の2日後に一緒にラウンドして、うん、そうなんですね。そうで、急遽カイト君が一緒にラウンドしてくれるって言ったから、やるしかねえ、はいはいはい、ってやつで寝坊してすいません。寝坊してきてセカンド QT まで行ったんですね。ファーストの話って何かしましたか？何もしてない。しないか。初めてのファースト QT からやっぱり聞かせてください。そしたら、ああ、初めてのファースト QT は、うん、めちゃめちゃ緊張しました、ね。場所は？場所は三重県の東進プリンス、うん、ゴルフクラブかな、うんうん。行ったことあるところ？行ったことありましたね。うん、去年三重住んでたんで、うんうんうん、その時に。あ、カイト君が変な関西弁出すのはなぜって言ってくる関西の人多いんですけど、あれは映ったと思ってあげてほしい。そうです。あとうちの系統がみんな九州なんで。あ、そうなんだ。はい、じゃあおじいちゃんおばあちゃんのとこ行くと、うん、九州弁じゃないと通じないんですよ。九州弁ってどんな言い方なの？だけんとか。ああ、いや、ニュアンスがつかめないらしくて、うん、ちっちゃい頃にそれを調教されました。ちゃんと九州弁喋ろと。はい、で三重も混じって、それで三重も混じったりとか、はい、あとは高校の時にずっと関西で練習したりしてたんで。あ、そっかそっか。そうです。ゆうわくんとかと。そうです、うん、それで移りましたね。お話は戻って1日目。1日目は、はい、キャディーで昔から仲のいい先輩を、うん、に来てもらって、うん、一緒に行ってやったんですけど、緊張して、うん、朝一、初日の、特に初日の日なんか、うん、ゴルフ場着いてからスタートまでの記憶がないぐらい。前のアベマと一緒じゃん。記憶がないぐらい緊張してそのままスタートしたんですよ。うん、で私逆にドまっすぐ行って、うん、で最初のハーフ全部パーで、うん、イーブンで、そこでだいぶ気が楽になって、気づいたらイーブンだったってこと。気づいたら初日のハーフ終わってました。おお、何でしょう。バンカーかな。バンカー入った。イーブンだったんですよ。その時我に返ったの。我、今日ファッと我に返ってあ、やべえ、ゼロだみたいな、うん、やった、やったじゃねえみたいななって、うん、で後半ちょっと崩れてワンオーバーだったんですよ、うん、初日ワンオーバーで、だけどもう全然アンダー出せるゴルフしてるなって思って、2日目勢いでバーンと回って2アンダーだったんですよ、うん、で、あ、もうこれ余裕じゃんみたいな。1日目のハーフが終わったタイミングから調子は変わってないんだもん。そこも変わってないです、うん、からもう2日目もバーンって勢いで回っちゃって、うん、で最終日はまた緊張したんですよ。やっぱ、うん、今日78ぐらいやったら予選落ちだし、うん、大事に行かなきゃと思って、うん、で1番でバーディー取れて、うん、あ、俺も今日いけるわと思ってそういつもそんな調子で行ってくれよで勢いで回ったらその日も1アンダー で、うん、でしかもそれも17番ダブルボギー打って1アンダーだったんですよ、うん、それで余裕で通れました。ファーストは楽だったし、うん、ゴルフも楽なゴルフができて、うん、通れました。
そう。よし。戻ってきた。日よったら終わりなんでしょうね、そうしたら。しんないっすね。うんうん、でもそういう日もあるし、はい、日よう日もあるし、緊張する日もあるし。何なんですかね、よくわかんないです。でも、西畑さんとこの前回った時は、はい、もう全部をこの日に持っていったっていうふうに言ってたんで、やっぱり。1年以上前から。気持ちもコンディションも持っていったって、うん、何を言ってんだこの人はと思ったけど、何言ってんですかね、よくわかんないですよね。夜も普通にすぐ寝て、朝もちゃんと会長に起きて。そんなことしないです、めっちゃいつも通り。いつも通り普通に夜酒飲むし、うん、まあ夜更かしはしないですけど、うん、まあ11時ぐらい、11時前には寝て、うん、まあスタートの3時間前に起きるみたいな感じですかね。なるほどね。うまい。どうした？おお、ベタピン。やばい。俺ボール見入っちゃった今。取れてないの？いや多分取れてるけど。これだ。じゃあこのパターが終わったら、はい、2日目の話を、はい、セカンド QT か、はい。それまでの間に何があったか聞きたいですね。あ、そうっすね。ね。ナイスバーディー。パーです。パー。今日はね、八千代ゴルフクラブに来てます。太平洋クラブがこの前取得したばっかりのところです。めっちゃ風吹いてる。なんで触れるんだそれを。え、バンカー越えた。え、見えなくなった。セカンドに至るまで1ヶ月くらいあったじゃないですか。2ヶ月ありました。2ヶ月、そう、長っ。2ヶ月あったから、うん、どう過ごそうと思うの、そういう時は。そういう時は、うん、1回忘れます。まあね、もうそんな2ヶ月も僕試合間で、うん、そのちょっとその試合があるからって意気込んで練習できないんで、うん、飽きちゃうから、うん、だからもういろいろと、いろんな予定入れて、うん、忘れるようにしてました。あ、だけど常にやっぱどっかには、うん、頭の中にはセカンドがあるなって思いながらも、うん、他のことを楽しみながら、うん、9月まではノーノーと過ごしてました。ノーノーと試合がない時期の過ごし方をしてましたね。おで、で9月入って、うん、ね、いよいよ1ヶ月後だと思い、うん、コンディションを上げていったんですよ。練習ラウンドもいっぱい行って、うん、で練習ラウンドしながら、うん、ちょっと番手が合わなかったんですよ。いろいろと縦の距離もそうだし、うん、なんかこの番手いらないなってクラブが多かったんで、うん、急遽クラブ全部シャフト変えました。おい、試合の1週間前にシャフト、あ、俺あそこだ、シャフト全部変えて、うん、手やったりしてました。それ別にいい悪いはないと思うけど結構変えるよね。ああ、それで良かったっす。アイアンなんか特に良くなった。アイアンのシャフトも変えるの？変えました。ナイスオン。フィンの方です。そう、シャフトも全部変えたんですけど、うん、普段僕自分でやるんですよ、うん、そういうのを全部、うん、ちょっと時間がなくて、うん、他の予定とかもあったんで、うん、知り合いのクラブフィッターさんにお願いして全部組んでもらって、それでもう一回、ね、ラウンドしたらすごく感じが良くて、うん、あ、もうこのまま行っちゃおうと思ってそのまま試合出て、うん、それは良かったです、すごく。初日73 72です。2か、なるほどね。初日パワープレーでした ね。それもアウトスタートでボギー、2ボギー先行して、うん、2オーバーから上がり4ホールがバーディーパーイーグルバーディーだったんですよ。で2アンダーで前半で、あれみたいな、お前の方がうまくいってるも引く。ん？あ、手前だ。エッジ、エッジ。エッジ？うん。いい球なの。で、2日目、うん、出だしが3パットボギーからスタートしたんですよ。
スリーパットボギー、あ、一ホール目がね、うん、スリーパットボギーで始まって、うん、で次のホールでバーディーして、うん、で、あ、もう、あ、よかったと思ったら、うん、ダラダラダラっと崩してもう一個バーディー取れて4ボギー2バーディーの2オーバーだったんですよ、うん、前半が。で、あ、なんかちょっとまたこっちの方ハーフで2オーバー打っちゃったなと思ってて、うん、で、まあアウトは昨日も2アンダーだし、うん、まあいいイメージあるから、まあ、大丈夫だろうと思って行ったら、うん、ずっとパター良かったんですよ僕、うん、まあ、セカンドファーストからセカンドまででずっとパター良くて、うん、ファーストも3パット3日間で1回とか、うん、それももう取るの確実になって気が緩んだホールで3パットしちゃっただけで、うん、3パットするイメージなんかなかったんですよ、うん、なのにそのハーフパターのタッチが合わなくなっていきなり、あら、まあ、でも、あ、もう怖ーみたいな、もう打てなくなっちゃって、うん、で後半のハーフで19パットしたんですよ。あ、僕と一緒くらいじゃん。そう、うん、19パットして41打って、うん、で2日目79で、うん、もうやってしまったえ、焦った？焦りましたね。うまい。おお、ナイス。これはね、ちょっとどう打ってるのか毎回言ってほしいんです。これは、うん、ここでめっちゃ登ってるじゃないですか、うん、このスロープがきついんで。あ、めっちゃ本当だ。ここにワンクッションさせるイメージ。え、それ止まんないですか？ここ、あ、低く出すから。そう、低く出す、ワンクッションさせるイメージで、うん、めっちゃボール右置きます。へえ。で、若干僕はフェース開きます。で、左足体重で上からポンって打つイメージ。いや、それできないっす。え、簡単。そんな開いて低く出ないっす。開いて右体重置いとけば勝手にポーンって。右体重、左体重だよね、うん、右に置いて左体重で開いて上から、上からドン、上からドン。あ、本当に上からいってる。本当に上からっすよ。こういう、そしたら低く出るんだ。低く出ます。ボールに当たるとこは、ボールに当たるところは、うん、ボールのちょっと手前、ほーん、ちょっと手前からほーん、このまま上げていくイメージ。それちょっとまだできないな。